みんな遅くなってすまなかった。あ、そう、なぜだ。さあ実戒、そなたらはこれから私のモルモットになるのだ。マーリン殿、ったく遅えぞ。少々実験に夢中になってしまってな。この人間はとても危険だ。ブレイカブルバン。虫、マーリンやめろ。エクスターミネイトレイ。これ貴様は怖いな。我が二つの海軍に逆らう者は全て等しく時を奪われて滅びゆく。そんな、時を全て奪う、つまりそのものの余命を文字通り奪うわけか。面白い海軍だが、すまんな、私には効かんのだ。なぜ何も変化が起きる。実験とは時間がかかるものだ。しかしそうしている間にも世界には新たな興味、事象が生まれ、私の知識への探求欲は満たされるどころかますます飢えてゆく。だが人の命は有限、世界の全てを知ることは不可能だ。これほど不条理かつもどかしいことが他にあると思うか。断言しよう、ない。そこで私は思いついた。ならば己の時を止めればいいと。時間停止だ。世の断りを歪めるには莫大な魔力を要する。それをさらに持続し続けるなど不可能だ。インフィニティ、それが私の持つ魔力だ。どれほど持続困難な魔法でも一度発動させてしまえばよい。自分自身で解除しない限りは持続し続けるのだ。どうしたみんな、何か言いたそうな顔だが。反則だ。ん？だがガランの石化を解除できた説明にはならん。海軍はただの悪口にパラス魔人王より我が実戒が授けられし術だ。決して解けるものではない。間抜けな話、あまりに昔のことゆえ己の正体をすっかり忘れていてな。ベリアルインの娘、実戒ならばその名に多少の聞き覚えはあろう。ベリアルインの娘。なんだあの慌てようは。まさか口から出まかせを。我が誠の名は。マジか。今なんて。すまんな、人間には発音できんのだ。さて、おしゃべりはもうやめにして続きを始めるとしよう。まずい、そっちに。ばらけた。待て待て、大事なモルモットに逃げられては困る。エンドレスワール。グレイロード。シロラ。父さん。ああ。ジールたちを助けてください。ああ、そうだな。